C が正解です。簡単に答え言うな。いや、お笑いで救われる人もこの世の中にはいるから。英会話カフェ、八丁堀といえばここチョイス、英会話カフェ&バー。カフェ&バー。お、すいません、こんにちは。あ、ハロー。おー、わ、マスターのアキラさんです。よろしくお願いします。すいません、今日はようこそいらっしゃいました。おしゃれですね。英会話カフェ&バー、はい、ちょっと中入ってもどんなお店なのかっていうのがまだ想像つかないんですけど。あ、そうですか。ここってどんなことができるお店なんですか？あの、英会話カフェと英会話レッスンを両方やってまして、うん、で英会話カフェっていうのは営業時間中であれば予約不要でいつでも来ていただいて、彼らのような外国人と英語で話ができるというようなサービスです、うん。なるほど。ただただじゃあここでお茶ができるってわけじゃなくて、はい、英会話のレッスンなんかも行ってたりもするんですか？はい、それでホワイトボードが。あ、そうですね。へー。アメリカ人のスタッフがいるんですけども、はい、彼が1対1のプライベートレッスンをやっているんですけども、うん、そのレッスンに参加していただいた方は先ほど言ったカフェにも月に4時間無料で参加できるという特典がありまして、うん、それが一番の特徴です、うん。野球講座を始めようか。 WalkAmerican English Baseball Word。 日本語ではファーボール。もう一回言いましょう。 Walk。 Walk? Oh, good、mm. He got a walk and advanced to first base。 Walk? Walk。 それはどういうこと？ Four ball、mm. Four balls、mm. ファーボールをもらった時に、mm.ランナーが、そのバッターが、一塁側まで進みます、うん。それはヒットと違うんで、それは権利を、ファーボールになると権利を、バッターの権利もらいます。Dugout、うん、日本語ではベンチ。私たちはベンチで待ってます。We are waiting in the dugout. Dugout.ダグアウト、うん、ダグは括弧形のディッグ、うん、掘る。おで、アウトは外。だから掘ったところという言葉の、由来から聞いてると思います。ダグアウト、ダグアウト、うん。バックストップ、日本語ではバックネット。バックストップ、バックストップ。 Good。The pitcher threw a wild pitch and it rolled all the way to the backstop. バックネットをメジャーではバックストップ。そうです。That's right. Backstop is there to stop the ball from going into the fan area. たくさんのところを巡って、八丁堀のいいところをたくさん見ました。このチョイスカフェもそうなんですけど、いや、なんかいい思い出、今日何か、あ、これは良かったな、これ面白かったっていうところあるんですか？やっぱこう、観光客で外国からね、いらっしゃる方とかたくさんいらっしゃって、で、今日もね、直接触れ合うこともありましたから、はい、うん、いろんな貴重な体験ができて、一日楽しかったです。あ、うん、ありがとうございます。いや、私たちもその観光者のような感じで、何年前日本に来て、
その分からなかったことばっかりが結構苦労記憶に入っているので、まあ、皆さんもこういういいところをたくさん見つけて日本をエンジョイできたらすごい嬉しいですので、このいろいろな人に話すチャンスがありました。楽しかった。そうですね。まあ、皆さん、今日本当にありがとうございます。もしその気になれば下の説明のところで、私たちのソーシャルメディアと向井さんの紹介があるので、それぜひ見てください。ありがとうね。ぜひ広島に遊びに来てください。おいじゃ、広島弁講座を始めよう。腹太い。標準語では満腹。英語では I'm full。もう一回言いましょう。バリ食べたけん腹太い。こら、二人分食べたじゃん。一個はアンドルの。ほうよ。しっかりサポート、安心の日々送りましょう。